熊本地方で震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.3 と推定されています。おととい震度7を観測した地震のマグニチュード 6.5 を上回っています。大阪府警察本部によりますと、これまでのところ大阪府内では地震による被害の連絡は入っていないということです。さらに午前3時55分ごろにも熊本県阿蘇地方で震度6強の揺れを観測、午前1時46分ごろにも熊本県では震度6弱を観測しました。関西でもそれぞれ兵庫県豊岡市で震度1を観測。